仮面女子は日本の女性アイドルグループ。アリスプロジェクトに所属しているアリス10番、スチームガールズ、アーマーガールズ、イースターガールズの4つのユニットからなる大型グループであり、主に専用劇場でのライブを中心に活動している。2013年3月に発売されたシングル仮面女子に収録された楽曲をにてアリス10番とスチームガールズがコラボレーションを 行ったのをきっかけに仮面女子と名乗っての活動を開始。その後、アーマーガールズを2014年2月に加え、現在の形態となる。グループ名にちなみ、ホッケーマスクをかぶったアイドル集団と名乗っており、メンバー全員に一人一個の黄色いホッケーマスクが支給される。このホッケーマスクは、ライブの時に必ず着用するほか、一部のメンバーは、 グループ以外の仕事の際にも着用している。最強の地下アイドルを標榜し、芸能界で居場所をなくした、選ばれなかった者たちが顔を隠すことにより、群れとしてのアイデンティティを手に入れたグループであるとしている。2015年1月に発売されたシングル、元気種は、オリコンウィークリーで、インディーズの女性アーティストとしては、初の1位を記録。同年11月には、 埼玉スーパーアリーナにてワンマンライブを開催し、1万5千人の観客を動員した。東京都、秋葉原に常設劇場、PARMS、大阪府、島の内に専用劇場、仮面女子シアターを構えており、劇場動員数30万人、年間ライブ本数は1000本以上を数える。また、Facebook での総フォロワー数は2017年時点で1000万。 に到達しており、アジア圏の国を中心とした海外公演を行うなど、精力的な活動を続けている。2021年6月には、初のアルバム、マスク ARAID を発売、オリコン週間インディーズアルバムランキングで1位を記録した。所属者一覧は、ホッケーマスクを着用し、メタルテイストの楽曲が特徴。ガスマスクを着用し、 エレクトロポップな楽曲が特徴。鉄仮面を着用し、アイリッシュサウンドを取り入れた楽曲が特徴。仮面女子校補正ウエストから昇格したメンバーによって結成。イースターをテーマとし、スカをベースにした楽曲が特徴。その他に数多くの派生ユニットが存在する。 2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、2021年落語家の立川小しらが弟子の命名権をヤフオクで売却した際、25万1000円で落札。その弟子は立川仮面女子を名乗ることになった。命名権が切れた2016年に立川仮面女子は立川かしめに改名。 ドリーミングデイズマスカレードナイツ、ありがとうございます。